誰にも言えない悩みの相談機関。僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、最近人に言えない悩みを抱え込んでいて毎日が辛いです。友人にも家族にもいない宗教を出して心の電話相談に電話しても相手にされませんでした。ひろゆきさんなら自分が ED である悩みを誰に打ち明けるのがベストですか？もう言ってるじゃん、 ED なんでしょよくわかんないけど ED なんだよね、その無職アクセルグさんは。うん、別にそれ誰に相談してもいいと思うんですけど、相談する相手は友人でも家族でもなく、心の電話相談でもなく、お医者さんです。一応まあ、肉体的な、そのなんか健康上の理由の ED とメンタル的な理由の ED があるんですけど、どちらにしてもまず病院に行ってカウンセリングを受けて、そのなんかじゃあ栄養が足りない、その亜鉛が足りないよねとか、そういう理由のその病気的な理由なのか、そのメンタル的な理由なのかも切り分けをして、じゃあそのためにはこういうのをした方がいいよねっていうのをやってもらえるので、あなたが相談する相手はお医者さんです。僕でもありません。